石油備蓄基地っていうのを作ってね、いっぱい蓄えたいんだけど、お金なしにこれができないかと考えられた。両者一致する方法があった。あと3つ目はね、アメリカがね、やっぱね落ちてる、中国が上がってる、このイメージそのものを変えなきゃダメだって書いたんです。でこれはね、どうやって変えるか、このね、安全保障関係者はね、やっぱ安全保障安全保障、軍事軍事軍事とかね、例えばこういうことばっかりアイデアを探って、でこれはねもうたくさん考え抜いた、うん、経済の人はね、経済経済経済って考えて、経済のことばっかり考えて、はい、それで考え抜いた、こういうアイデアはもう出尽くしてるんでね、ある程度ね。問題は2つまたがったところに手をつけてないんで、でそのことをやるべきだったんですね、はい、うん、これはね、例えばどういうことかっていうと、このインドと UAE の場合にあったんだよね、はい、インドっていうのはこの石油の備蓄を心配してるわけです、うんうん、石油の備蓄がないと、なんかあったら経済まあ動かなくなっちゃうんじゃないか、そこで石油備蓄基地っていうのを作ってね、日本もありますでしょ、はい、であれにいっぱい蓄えたいんだけど、それを作って維持管理するにはお金がかかりますね、うん、お金なしにこれができないかと考えられたわけです、はい、一方ね、 UAE アラブ諸国連邦は石油を輸出してる側ですね、うん、輸出してる側なんだけど、やっぱり心配があると輸出するルート上がね、どっか閉じちゃったら輸出できなくなっちゃって、はい、石油はあるけどお金はなくなっちゃうんじゃないかってことですね、うんうん、そこで両者一致する方法があった。そうだ、大変だ、イランがホルムズ海峡を封鎖したら両方とも困ると、うん、インドは輸入できない、アラブ諸国連邦 UAE は輸出できない、うん、そこでそうだ、UAE さん、インドに石油一時保管所って作りませんかっていう提案出たわけ。これは何かというとね、はい、このインド国内に石油の備蓄のための一時保管所を作って、うん、いつもそこに一回運んどいて、そこに貯めといて、うんうん、そこから輸出する体制にする、普段から。そうするともしホルムズ海峡が閉鎖されても、はい、そこに一時的に貯めてある石油が全部輸出し終わるまではずっと輸出できますでしょ、 UAE の方は、うんうん、一方インドの方はそこに石油があるからそこから買えばいいじゃないですか、はい、だからそうするとね、そもそもそこの基地から船で運ぶ必要ないわけですよ。インドがそのままね、うん、ホルムズ海峡閉鎖されたらただそのまま陸路で買えばいい、はい、そういうシステムにしたら一時保管所を作る資金は UAE の方が自分で輸出するためだから出して、うん、インドは石油備蓄基地のお金払わずに石油備蓄基地が事実上できちゃうわけです。でそうすると何がいいかというとね、はい、そのシーレン防衛のために海軍の艦艇もたくさん揃えなくていいってことになるんです。あ、つまりいろんな意味で予算が浮くわけです、お互いにとって。ウィンウィンですね、うん、つまりね、これは安全保障と経済のまたがった新しい体制なんですね。でこういう体制を、こういうアイデアはいいから、うん、アメリカ側の陣営でもっと広範囲にやったらどうかって話になる、そういう提言を出してあげる。そうするとアメリカ陣営っていうのはエネルギー安全保障も含めてすごく強いねというイメージが広がって、アメリカが落ちてるとか中国が上がってるとかいう時にね、うん、いやアメリカっていうのはね、結構陣営として結構強いんですよというイメージに変わるでしょ、はい、そういうのがね、やったらいいって書いたんですね。そういう報告書を書いたのは私なのね、私のプロジェクトでやったことなんです。で最後にさ、当時トランプ政権だからさ、メイクアメリカグレートリーダーゲンとか書いちゃったわけで、そしたらね、その後バイデン勝っちゃってさ、長尾のやつはトランプ派でやめろってことになっちゃうじゃん。ちょっとピンチなんだけど、でもまあその当時はトランプ政権でこう持ってってくれるためにさ、うん、もう一つ書いたわけですよね、はい、うん、別に私トランプ派ってわけじゃないと思うんだけど、でも当時の政権に持ってってほしかったからレポート、うんうん、でもまあフレーズ結構好きなんですけどね、私これね、はい、ハドソンってね、やっぱりちょうど悪乗りしてたとかあって、トランプ政権でね、悪乗りっていうかね、そのほらさっきのファンドライジングのイベントの話しましたでしょ、はい、あの時ね、必ずお土産を用意するわけです、ハドソングッズ、はい、ハドソングッズね。でね、当時はね、コップを作ったんです、マグカップね、はい、ハドソンのロゴが入ってる、で裏がひっくり返すとね、メイクハドソングレイターゲンって書いてあるコップね、はい、うん、で何しろね、そういうコップなんかも作ってね、結構まあトランプ派じゃないと言いつつトランプ時代を謳歌してたんだよねだからまあそのノリでね、まあ書いてて、でトランプ政権の時の政策が全ていいとは思わないし、全てにハドソンが関与したわけではないんだけれども、でもまあそういう形でね、だいぶ政策に実際貢献する、それがハドソン研究所だったと思うんですね。
で私のプロジェクトはそういう感じでインド太平洋をやろうとしてたんだけどね、はい、うん、なんか永遠に私こういう話しそうだねいやー、うん、ありがとうございます。